シェンファー。何？ここからは手分けをして胴元を探そう。俺はこの辺りから広場までを探す。シェンファーは広場の先の集落を探してくれ。わかった。じゃあ後で。ああ。誰かいませんか？少しやっていくか。これは面白いな。なるほどな。クールだな。ん？一攫千金。生薬はそんなに儲かるのか？もらっておこう。これはよし、もらっておこう。これは隠しているのか？中国にもこういうのがあるのか。噂は聞いとる。あんたシェンファの友達じゃろう。ハズキです。ほほう、腕っぷしが強そうじゃな。はあ。あんたのような若者には散歩だドリンクが必要じゃろう。散歩だドリンク？猛毒の蛇をな、見つきつけたものじゃ。これはバトル中に使えるただ一つの回復薬なんじゃ。よう聞くぞ。そうなんですか。わしの店で売っとるから忘れんようにな。すいません。なんじゃ。アルバイトをしたいんですが。薪を割ってくれるなら金を払うぞ。薪割りですか？おお、やってくれるか。そうじゃ。よし。そうじゃ。よし。そうじゃ。よし。
そうじゃ。よし。うん。惜しいの。見事じゃ。そうじゃ。よし。ああ。そうじゃ。よし。うん。おお。よし。まあこんなもんかの。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつでも待っとるぞ。すいません。なんじゃ。買い物に来ました。ほう、何が入り用じゃな。しまいじゃな。ええ、父さん。なんじゃ。顔に傷のある胴元を知りませんか。そんな胴元おったかいの。遊楽園へ見に行けばわからんか。わかりました、ありがとうございます。兄さん、兄さん、こっちこっち。ここで木札買わないと遊べないよ。はあ。遊ぶならまずは木札だ。すいません。おう、木札交換だね。聞きたいことが。顔に傷のある胴元を知りませんか。そういうのはここにはいねえと思うぞ。そうですか。胴元にとっちゃ顔も商売道具の一つだ。こわもてが過ぎると女にモテねえしな。はあ。あの、遊ぶならまずは木札だ。10元で木札100枚だ。いくら買える？毎度。木札は景品と交換できるからよ。後で景品交換所も覗いてみるといいぜ。景品は質屋に持ってきゃ金になる。木札を増やせば金も儲かるって寸法さ。ま、頑張ってな。すみません。なんじゃ。あのいっぱいやるか。兄ちゃん残りじゃな。酔っ払ってるのか。あ、じゃあ酒を飲んどるだけで酔っ払っとらんぞ。あの、どうかしたんですか。なに、ちょっと飲みすぎただけじゃ。一杯引っ掛けりゃすぐに元気になるわい。失礼します。あ、まあまあまあ、そう急がんといっぱい付き合えや。いや、俺は。なら一勝負しに行くんか。丸一だよ。わしゃ花鳥風月が好きなんじゃ。やめておきます。そうじゃ、わしもあそこでやめておけば。くそ、つい熱くなったばっかりに。
すみません。やあ兄さん、遊んでて。ハッカソン名物カメレースだよ。顔に傷のある胴元を知りませんか？え、もしかしてゲン兄貴のこと？その人は広場の方で商売してるよ。ゲン兄貴にはここで商売する権利を譲ってもらった義理があるんだよな。そうですか。これは。あら、いらっしゃい。じゃあ選んで。あたしじゃなくてダイをね。どれだけかける？やるわね、兄さん。もっとする？やめておきます。また来てね。ここで釣れるな。いや、こんにちは。ちょっといいかな？何？顔に傷のある人を探してるんだ。そんなの僕に聞かれてもわかんないよ。そうか。ジユさん。どうしたよ、リョウ。顔に傷のある胴元を知りませんか？石投げ屋の親父だな。あの顔は一度見たら忘れねえよ。どうも。すみません。いらっしゃい。お年玉はどうですか？いや、俺は。さあさあ、どうぞ。顔に傷のある胴元を探してるんです。ゲンさんのことですね。その人は？あちらの石投げ屋さんですよ。わかりました。ありがとうございます。すみません。おお、お兄ちゃん、一勝負どうだい？顔に傷、この胴元だな。ん？何か言ったか？聞きたいことが。なんだ、客じゃねえのかよ。ゴロツキを見た人を探してるんです。ああ、あいつのことか。その人はどこに？まあ教えてやらねえでもねえが。はあ。最近ちっと腕がなまっててな。どうだい、手合わせでもしねえか？手合わせですか？ああ、俺に勝ったら教えてやるぜ。どうだい？やります。甘いぜ。させるか。
らいな。まだまだだな。せいっ、それ、残念だったな、兄ちゃん。はあ、クンフーが足りねえようだな。まあ、武甲館にでも行って一から出直すこった。武甲館。ジユさん、どうしたよ、リョウ。武甲館ってどっちですか？武甲館？おい、やめとけよ。え？あそこの修行はきついぞ。素人がおいそれとできるもんじゃねえって。そうなんですか。どうしても行くってんじゃ止めないけどな。橋を渡ってずっと先へ行くんだ。見晴らし台にあるからよ。わかりました。どうも。しっかり食べておかないと力が出ないな。リュウさん。リョウか。武甲館ってどっちですか？ん？見なかったのか？シェンファの家から来る途中で。え？ああ、見晴らし台に立派な武館があったろ。あそこだよ。わかりました。ありがとうございます。寸剣ができそうだ。やってみるか。寸剣か。やっていくか。続けてやるか。やめておこう。
ここで魔法の鍛錬ができるな。やっていくか。魔法か。やっていくか。もっとやってみるか。もっとやってみるか。いや、後にしよう。これはこの武漢の修行者の名札。元三尊、あの胴元の名前がどうしてここに。元三尊。え、あの者も遠くからこの村にやってきた修行者の一人じゃった。あの石投げの胴元がですか。うん、武功館二段にまで上がったのだが、それがどうしたことか、今ではすっかり落ちぶれて賭け事の胴元なぞ。そうだったんですか。あの頃の熱意はどこへ行ったのか。すみません。おお、葉月か。修行に参ったのか。いえ、聞きたいことが。なんじゃ、剣法家に世間話は無用じゃ。まずは無心に修行せんとな。はあ、わかったか。はい。玉磨かざれば光なしじゃ。励めよ。わかりました。すみません。うん、修行じゃな。さて、三打か、それとも試合で武装に勝負を挑むか、どちらかな。サンダなら良き相手がおるぞ。ベニトラというものじゃ。
早速始めるがよい。どうじゃ、もっと続けるか。いつでも来るがよい。待っておるぞ。すみません。おお兄ちゃん、ゴロツキを見た人を探してるんです。俺と手合わせして勝ったら教えてやってもいいぜ。やります。俺もちっとばかし昔を思い出したぜ。それでゴロツキを見た人はどこに。ああそうだったな、花鳥風月をやってる堂本だよ。ゴロツキに絡まれたらしいぜ。その人はたまたま飲んでて相席しただけだから、どこにいるかなんて知らねえよ。そうですか。